東京都交通局5000系電車は東京都交通局に在籍していた通勤系電車で1960年の都営地下鉄浅草線の開業に際して製造された車両である。本校では旧5000系6次車の5200系電車についても記述する。開業時に全編成が2両編成で登場した。その後の路線延長とともに2両から5041。 以降は4両編成に、そして1968年11月15日の仙岳寺西間込め館の開通をもって、浅草線が全通した際に6両編成化され、在籍車両数は152両となった。その後1991年より一部編成が8両編成化され、1995年までに8両編成に統一された。車体側面の形状は、 低度高速度交通営段丸の内専用の500型に準じていた。台車の枕バネにはウィング金属バネを使用したが、最終申請者は空気バネとなった。主電動機出力はやや大きめだが、歯車比が6.53と低速域重視であり、低角速度が低い上に弱め返事制御も中速域までであった。さらに、 WN 型駆動装置の影響で高速域では床が振動し始めるなど高速性能が悪く最高速度は時速 100km 程度が限度だった。そのため京急線内での急行運転時はほとんど打線走行することなくマスコンハンドルを入れたままで走行していた。当初の他車線直通運用は京成電鉄本線の東中山駅までと 京浜急行電鉄本線の京浜川崎駅を呼び、計画では、空港線、羽田空港駅までが原則であったが、1981年より、京急線への乗り入れが、逗子海岸駅まで、1983年より、京成線への乗り入れが、京成成田駅までそれぞれ延伸された。京成線東中山一等まで直通する運用は、原則として、急行運用となり、 5000系、5200系とも京成線の急行運用時には種別幕に急行を掲出するほか、専用の円形、急行マークを貫通扉の窓に装着して運行したほか、夜間には京成桜駅及び京成成田駅まで普通として運転される運用も存在した。この急行マークは5000系全廃後の1998年11月18日の 京急空港線、羽田空港駅開業時に廃止されている。当初の車体塗装は、当時、京成の一般車両の塗装に類似した上半身がクリーム色、下半身がオレンジ色で、中央に銀色の帯とステンレスの飾り帯を施していたが、京成の通勤車両がファイヤーオレンジ色に、ステンレスの縁取りとモー盲ンアイボリーの帯を施していた。 最中の1981年より約10年かけて車体更新の施行、車体塗装の変更が行われた。この工事は空気圧縮機を A-2 型から絶縁性の良い C-1000 型に、土平等機の縦長2等化と全小等のシールドビーム化、ステンレスの帯の撤去、車体塗装のクリームと赤帯の軽快なに色塗りとなった。この塗装は更新車を表す。 塗装のため、すぐに全車が2色塗りになったわけではなく、未更新の3色塗りと、更新済みの2色塗りの混色編成が、長期間見られた。全車両は、結果的には更新されることなく、未更新のまま5300型に置き換えられ、廃車になった車両もある。旧塗装車は1991年の5057から5060編成の廃車により消滅している。なお、 この旧塗装車は、北総開発鉄道北総、高段線への入線実績もある。九百九十年には四編成に、浅草線開業三十周年ヘッドマークを掲示して、運用に入った。五0 0 0系旧塗装、後ろの二両は、新塗装京急川崎で、折り返しのため引き上げ線へ引き上げる急行千葉ニュータウン中央行きなお、5024は1972年に、 形成船内において踏切事故に遭遇し戦闘部を大破した。当時はすでに4両編成以上での運行が状態化していたことから2両編成の戦闘車であった同車の運転台は不要とされ復旧に際しては中間車化を実施し運転台を撤去した。破損した戦闘部を切断し新たな構え体を組み立てる形で復旧されたため外観 内装とも本来の中間車とほぼ同一であるものの、屋根へのベンチレーターの形状が先頭車用と全く同じ仕様にて復旧された。その結果、本来の中間車と比較して、通風口の数が一つ少なくなった。1991年3月19日からは、京成東成田線東成田駅、3月31日からは、北総、高段線への乗り入れも開始され、 広域運用が目立つようになるが、比例棒であることや老朽化のため、5300型への置き換えを開始した。置き換え最中の1993年4月1日の京急空港線羽田駅延伸後は主に千葉ニュータウン中央駅羽田駅間を中心に運用されるようになった。これは、当時の京急空港線では羽田駅の引上げ線などの有効長が八両編成に、 対応していなかったため、5300型での運用ができなかったためである。1994年12月10日の8両編成運用開始後は、5000型も引き続き5300型に混じって運用された。5000系の廃車後の解体は、まご県車場のほか、京浜急行電鉄栗浜工場でも実施された。そして、1995年7月2日に全車両が、 営業運転を終了し、同時に浅草線の車両は冷房化率100%となった。6月26日から7月2日にかけて、最後まで車席が残っていた5097編成、5125編成をつなげた8両編成にヘッドマークを装備してさよなら運転を行い、6月26日から30日は、西馬込押上間を数往復し、 7月1日は、羽田、千葉ニュータウン中央間、最終日の7月2日は、西馬米形成成田間にて、いずれも定期列車の運行ダイヤで行われ、記念 T カードも通常発売分と、車内発売分の2種類が発売された。その後、同社は、旧車を経て、翌1996年1月9日に、栗浜工場に改装された。このため、 最後の走行は1996年2月初頭であった。5069は一部カットの上、渋谷区西原にある東京消防庁消防学校の訓練用として活用されている。また、5089と5092は営業運転終了後もしばらくの間旧、孫ごめ車両工場内に保管されていたが、後に解体されている。廃車が開始される。 直前の6両編成の編成表である。印のつく側が先頭を表す。また、4両編成2本は、予備車として留置されていた。1976年春に、浅草線の輸送力増強用車両として6両、編成2本が、アルナ後期で製造された。1968年製造の5000系五次車、以来8年ぶりの車両増備となることから、 以降に製造された三田専用の6000型や新宿専用の10の000系試作車の設計要素を盛り込んでいる。基本的には直通運転時に制定された1号線直通車両規格に適合した車両としている。車体は普通構成からセミステンレス構造に変更しており、一見すると神経式車両であるが、走行機器類は従来の5000型を踏襲しているため、 形式は5000型に包含されている。大幅なマイナーチェンジを行ったため、車両番号については5200番台に区分されているが、正式には5000系6次車の扱いとされていた。先術した通り走行機器類は5000型を踏襲したものだが、5000系1から5次車との混在した運用をすることは想定していないため、1から5次車との連結は、非常時の救援のみとなる。 車体は塗装工程を省略できるよう、セミステンレス製車体を採用した。前面は切り詰まっ通式だが、前面ガラス付近に交代角をつけ、前面周囲に縁取りをつけて立体感を強調している。車体前面、側面には新たに朱色系のカラー帯を巻いている。各車両の側面には、電動式の種別表示器と行き先表示器が設置されており、 全面表示器とともに、片側先頭車の行き先設定機から一括設定が可能となっている。車内は、クリーム色系の内板に、焦げ茶色系の床材を使用したもので、座席表示は、黄緑色のものとした。車内天井は冷房装置の搭載に対応できる、要冷房用ダクト吹き出し口が設けられ、送風装置にはラインデリアが採用されている。乗務員室は、奥行きの拡大。 連結時に使用する仕切りを廃止し、乗務員の居住性を向上させている。運転台は着座位置を 200mm 高くした、高運転台構造を採用している。屋根上は、ダブルルーフ構造をやめ、一般的な屋根形状として、通風機を設置しているほか、将来の冷房化に備え、集中式冷房装置を搭載できる、冷房準備車構造とした。 制御方式は1から5自社の電動化無軸式主制御機を基本に、軽電気の無接点化などの改良型として、形式を TCS-1A 型に改めたもので、出力8 5ットの主電動機8台を制御する。2両で1ユニットを構成する全電動車方式である。補助電源装置となる電動発電機は、 将来の冷房化にも対応できる75億馬出力品を使用した。空気圧縮機は容量増加を図った C-2000M 型を採用した。ブレーキ装置は発電ブレーキ併用の電磁直通ブレーキシステムを踏襲しているが、新たに保安ブレーキが新設されている。台車は乗り心地の向上のため空気バネ台車を採用し、軸箱指示方式は 遠筒案内式で近畿車両製の KD-80 系である。台車についても将来の冷房化に対応できる、用車軸などを強化している。なお、設計当初は当時省エネルギー化や保守性などに優れていた電気子直波制御や電気指令式ブレーキなどを使用することも考えられていたが、直通運転先の取り扱いなども考慮してごせん。 系のシステムを踏襲したものとした。これらの当時新しい技術はすでに10から000、軽試作者で実績があり、2年後に、同社の量産車において、正式に採用されている。冷房化前の5200系冷房改造後5207から5212、でも編成の姿と、A、地下鉄においても冷房車の、使用が開始された時期に、 本形式も冷房装置の搭載改造が実施された。5201以下の6連は1989年10月、5207以下の6連は1988年12月に冷房化され、浅草線車両としては初めての冷房車となった。冷房装置は 44.19kW 容量を持つ t c l 1型で、 当初の計画通り集中式冷房装置が搭載された。冷房電源用の使用を想定していたため、電動発電機等の設備はそのまま使用された。6両編成冷房車時代は1993年4月から1994年12月まで、当時6両編成までしか対応していなかった、京急空港線への直通運用に5000型とともに対応された。その後、 5 0 0 0 1から50車廃車後の浅草線の車両数を8両編成28本に揃えることになったため、1996年12月に6連2本を8連1本に組み替える編成外が行われた。その際千2 0 1から5206以下の6両編成に、5207から5212以下の編成の中間ユニット5 2 0 9 5 2 1連号車を、 組み込んで8両編成化した。なお、余剰となった5 2 0 7 5 2 0 8 5 2 1 1 5 2 1 2号車は1996年9月付で廃車処分となり、京浜急行電鉄栗浜工場で解体された。8連火事には、機器の修繕工事も実施された。主制御機は5000系の更新工事で使用されていた。 TCS-1B 型に交換した。パンタグラフは新製品に交換、主電動機、電動発電機は機器の更新を、冷房装置はオーバーホールが実施された。その後、2000年8月14日に形式を5000、型から5200型に改めた。1999年7月31日のダイヤ全面改正では、 通称、図紙急行運用消滅とともに、ダイヤコンランジを除き京急線内への入線がなくなった。運用末期の頃には主に、千学寺駅に島5名機関の区間運用に使用されていたが、車両の制約上運用が限定されており、所定運用以外には基本的に入らなかった。この中には夜間に一往復京成線の京成高佐護駅に乗り入れる運用もあったが、 末期には5300型と共通運用とされていた、関係上5300型を使用する場合が多かった。ダイヤ混乱時のダイソーなどで、羽田空港駅やインバニホイダイ駅に入線した実績もあるが、羽田空港の行き先表示がなかったため、その際の表示は羽田であった。老朽化が進む一方、マゴメ地区での工場機能と、 研修機能の統合により車両運用の一本削減が可能となったことから2006年11月をもって廃車が決定した。そのため、同年10月28日に、孫ご車両研修場で開催された、トエフェスタイン、浅草線で最後の一般公開を行い、11月3日に、西孫ご駅、千葉ニュータウン中央駅間を臨時列車としてのさよなら、 運転を実施したのを最後に運用を離脱した。その後、同年12月20日に京急ファインテック、栗浜事業所へと廃車改装された。2007年1月から解体が開始され、同年2月上旬までに全車が解体された。判例、ありがとうございます。